こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日は蒸しパンを作りましたという話です。夏休みでお孫ちゃんが遊びに来ているので、蒸しパンを作ったという動画です。材料の方はね、もう至って簡単です。ホットケーキミックス、卵、サラダオイル、砂糖ですね、そしてミルクと、非常にね、必ず常備してやる、そんな食材でね、蒸しパンを作りました。特に技は何にもないんですが、卵をね、こうやって溶いて、そしてお砂糖を入れて、あと油を入れて、それからですね、牛乳ですね、牛乳を足して、そして、最後に、ホットケーキミックスを入れるという、あとはひたすら混ぜるという、それだけのね、簡単な作り方、本当にね、おやつに非常にうってつけのね、蒸しパンです。いろいろ、お孫さん来た時にね、いろんなクッキングの企画を今までも随分してきたんですけれども、一番ね、失敗の少ない、そんなね、蒸しパンを今回は選びました。そしてね、今ね、一生懸命、混ぜてもらってます。ちょっと混ぜ方がね、おやっていう感じですけれどもね、それはね、小さい子供ですか、ご愛嬌ということでね、一生懸命今混ぜております。特にホットケーキミックスはね、ダマとかできないですからね、少し混ぜていれば本当ダマもできずにね、綺麗なね、生地ができます。さて次にね、今度は、このシリコンでできたそのカップですね、これは、耐熱というか、溶けないやつなんですけれども、これに、今詰めてもらってます。今回はね、今回この生地の量は1/8、8個のね、シリコンカップの方に今入れてもらってます。そしてね、今回はフライパンですね。フライパンに8個の、蒸しパンを入れて、そこにね、ちょっとお湯を足して、それから沸騰させ、蓋をして蒸すというね、非常に簡単ですね。全く技はいりませんね。こういったものでね、ちょっとね、お孫さんにやっていただいています。さてね、入れ終わって、これで、火にかけること、15分ということで、蓋をして蒸すことになります。入れ方が結構ね、雑なんですけどね、これ蒸しパンのいいところはね、どんな入り方してもね、結構ね、きちっとできるんですよね。それがね、なかなかね、蒸しパンのいいところであります。電気ポットからね、お湯を入れましたので、すぐにね、沸騰しますので、こうやってね、少し待っていれば、ふっくらとね、本当にまん丸な蒸しパンが簡単にね、できるということなんですね。本当にね、ホットケーキミックスって使い方本当たくさんあって、簡単にね、おやつ何か作るって言った時は本当にこれ重宝しますよね。だもんですからね、我が家必ずね、この、コストコで買った大きな、これはホットケーキミックス、必ずね、常備してあります。さてね、そろそろいい感じかなというところで、蓋を開けまして、これは爪楊枝でね、ちょっと中の、どのぐらい蒸し具合がいいかどうかちょっと今調べていますけれども、まだね、ちょっと先に、生地がついてしまうということなので、ちょっと念のためにね、
もうちょっと蒸してみようと思います。まあ本当ね、蒸しパンは今まではね、中華系のお店で蒸しパン買ってたんですけど、まあなかなかね今買いに行けないんで、こうやって作っています。さてね、おもぐちゃんにデコレーションお願いしました。どんなねデコレーションしてくれるのかということでね、ちょっと楽しみなんですが、今ねデコレーションに使っているのは、これは粉砂糖にねカカオをこう入れた、まあ、チョコレートになりますね。それをね、まあ、爪楊枝とか竹串でね、いろいろ今ね絵をね描いてもらってます。なかなかやっぱりね、お孫ちゃんにとってはこの作業楽しいですよね。喜んでねやってくれます。まあどんなね絵ができるのかということでね、まあこちらも楽しみなもんですから、今ね一生懸命、作っているのをねずっと撮影しております。さてね、先ほどもご説明した通り、ちょっと材料のご紹介です。これはね、カークランドブランドの、カークランドブランドじゃないか、これは、まあ、コストコでよく一般的に売られている、これはバターミックス、ホットケーキミックスですね。容量はね、これ一袋で 4.5kg あります。そしてね、次はね、卵なんですけれども、この卵はね、いや結構入ってて、これ安いんですよね。まあ、週に1回これをね食べちゃうというぐらいのね、そんなねおうちは使い方をしています。それからですね、次がこのオーガニックホールミルクということで、これ2分の1ガロンが3つ入ってるんですけどね、これがね一番日本の牛乳に近かったかなと思うんですよ。結構ねオーガニックってことをお値段は張るんですが、でもねやっぱり一番ね美味しいもんですから、これはね欠かさずね買っております。まあだいたい1週間にまあその 1.5 ガロンぐらいはね使っちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、でもね本当にね美味しいね、そんなミルクなんですよ。さてさて、そろそろ1個出来上がったようですね。ちょっとねカメラに向かって見せてくれたんですけど、上の方でよく分かんなかったんですが、さてね、そんなこんなでお孫ちゃんに作っていただきました。やっぱこういうねお絵描きは楽しいみたいですよね。まあね、そんな夏休みの、まあ、ひととき、クッキングでございました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。